はい、ディズニーランド、私もよく分かりに行きました。はい、何人も女の子いっぱい来れてね、はい、行きましたけど、みんな来られました。まあ、そのどうでもいいんです。はい、もうね、私も68です。もう女の子に興味ありません。はい、まあ、その後どうでもいい。はい、私はもう今お金でも興味がない。いや、まあ、興味がなくて大丈夫はないんですけどね。はい、しかし私が言いたいのは何かと。まあ、飯山さんも言ってますけど、マジで、これ、今からマジの話。とにかくね、こんな政治はダメですよ、マジで、本当にね。今の政治家ね、日本のこととか、本来ですよ、本来政治家というのは、国民のこと、つまり自分のことを考えて、もう国のこと、国民のことを考えてやるのが政治家です。ですから私は68年間、政治なんか全く興味なかったです。私はね、もう自分さえ良ければいい人生生きてください。ですから、私みたいな人間が政治なんかに関わったらいけないと思ってました。政治なんていうのはね、武士の政治、つまり、自分よりも、人のことが大事という、こういう人が政治をやるべきなんです。私はずっとそう思ってました。だから政治家を見てね、立派やな、この人は本当すごいなと、なんで人のことなんかでやれるんやろと、私は人の不思議と思いました。思いました。私はもう長いこと、もう人よりも自分ですからね、はい、そういう人間はもう政治には関わっちゃいけないと私は思ってました。しかしながら、今の政治どうですか？今の政治家ね、もう自分のことしか考えてない。なんですかね、あんだけ高い給料を持ってね、しかも文書交通費、月100万円、無税のお金です。で、何に使っても、使い道は自由。それで余った金は返さないというね。で、これをですね、今この文書交通費を、これなんとか崩壊してせなあかんという声が上がってるんですが、自民党は全くやる気ない。で、自民党だけじゃない。今の野党のもこれやる気ないですよ。だから自分の小遣い減るのが嫌だということですね。で、自民党はですね、こんだけの小遣い持ってた小遣いじゃない、給料と文書交通費もらっていながら、なおかつまだ政治資金パーティーで、それでまた、もう、ものすごいお金もらってるんですよ。例えば、岸田総理ね、岸田総理は、安倍さんが撃たれて亡くなった。この撃たれて亡くなって、それから国葬となるまでの間の2ヶ月間くらいですかね、その間に、7回パーティーやって1億5千万くらい稼いでるんですよ。せめてね、日本の総理大臣が撃たれて、その国葬の間はこれ、いわゆるまあ、気球と言いましてですね、もうその間は、鬼に吹くということがあった方がいいんじゃないか。その間に、7回も、政治金パーティーだって1億5千万円もらってるんですよ。で、その金もですね、もう全然納税も何もしない。まあ、今回、裏金の問題でもね、納税するのはわしの自由やと。はい。納税しないとわしが決めたってね、そんなことありかいと。ほな、僕はでも今年は納税せえへんぞと思います。はい。私は神戸でも毎年1億円以上納税してます。まあ、そのことどうでもいいんですけどね。はい。いや、私はね、こうやってお金稼いでるのも、もう日本のお金なんですからね、この日本にお返しをしたいという思いであります。はい。でね、まあ、私が言いたいことは、まあ、私のことはどうでもいい。今の日本の政治はですね、まあ、本当にね、今の政治家は自分のことしか考えてない。だから、もう国のこと、国民の生活のこと、これ一切頭にないんですよ。ほんでね、これ、有本さんも何とも言ってますけど、日本はですね、この30年間、給料上がってないんですよ、サラリーマンの給料。考えられますか、30年間給料上がらないんですよね。私は昭和31年生まれです。で、私は戦争が終わって、11年目で生まれた子なんです。ほんで、その、さらにその8年後は昭和39年、東京オリンピックを開いた。東京オリンピックは日本が戦争で負けてボロボロになってから19年目に開かれたオリンピックなんです。で、この時にですね、日本はどんなことをしたか言ったら、当時アメリカもソ連もフランスもイギリスも第二次世界大戦の先進諸国はできなかった夢の技術、つまり、時速200キロ以上で走る高速鉄道を当時ね、こんなことは不可能だと言われた。そしてアメリカもソ連もできなかった。これをですね、昭和39年に日本は東海道新幹線通したんです。これ戦争が終わってたった19年なんですよ。日本は戦争に負けてたった20年たって、その2年後にはですね、アメリカに次ぐ日ドイツを抜いて世界第二の経済大国になった。これで22年で戦争負けて、ところが今30年前と比べて日本は給与、サラリーマンの給与が1円も上がってない。30年かかったんですよ。これどういうことやと。ほんでね、日本人はもう皆さん分かってますよね。日本は世界で最も勤勉な民族です。最も働くのが好きな民族なんですよ。これだけ働くのが好きな民族ないですよ。ところがそれやのに30年間給与上がってない。そして世界各国からもうみんな給与上がってる。どん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 もう豊かになってる。日本はもうどん
本の毎年経済格差が、経済格差、世界と比べてどんどん経済が落ち込んでる。これはね、我々国民のせいじゃないですよ。日本人のせいじゃないです。これ、政治家が、もう本当に、もう政治の無策以外何もでもありません。これはもう政治家が国民のこととか、いわゆるもう国のこととか、一切考えないのが結果なんですよ。もうこれはね、さすがに私も頭にきました。もう68年生きてきてね、もう私の人生あと何年やるかしません。はい、私この間がんになりました。はい、もうがんになってね、はい、がんを焼いた後はね、私のこの左の腎臓に2つあるんですよ。はい、もうこうやって喋っててもね、もうしんどい、倒れそう。でもそうです。はい、もう全然元気なんですけどね。はい、まあたまにはね、皆さんのこうやってしんどい、もう言わないとってやったら同情してくれませんからね。はい、何やろ、あのハゲのおっさん、もうずっと喋っとるんやけど、ちょっと言い訳からずに変われと。ダメです。私がマイク持ったらもう言い訳からも関係ありません。はい、言い訳からも有本香里も関係ありません。はい、私が一人で喋ります。はい、もうお二人車なんか入っといて。はい、まあ、ええー、何でもええや、こんなもんね。はい、とにかく、もうこの立法の政治をね、例えばこの高等部ですよ。高等部ね、皆さんご存知だと思いますけど、2人続けて衆議院議員ですよ。これ、両方とも自民党ですけど、2人続けて、ここから高等部から衆議院が、金の問題で逮捕、起訴されてるんですよ。こんなことありますか？皆さん、この中で逮捕、起訴された人いますか？いませんでしょ。これは普通いません。はい、僕も逮捕されたことないです。いや、もしかしたらあるかもしれないけど、みんな忘れてるんです。あのね、普通は逮捕、起訴なんかされません。ところが、この高等部から選ばれた2人の自民党の衆議院が2人連続して逮捕、起訴される。こんなね、まさに日本の政治の具合を象徴するような出来事がこの高等部なんですよ。だからね、この高等部さえちゃんとすれば、日本の政治は治るかもしれない。まあ、治りませんけどね。とにかく、この高等部、この具合の象徴の高等部から、我々はもう立ち上がるということを決められました。ちょっとね、有本さんがまた機嫌悪そうな顔しますので、ちょっとこれで喋ってもらいましょう。有本さん、ちょっ